ハロー YouTube 用の本町ナンバーワンチャンネルです。チャンネル登録をぜひお願いします。はい、今日は南世のコンボということで、南世でご飯を食べたりデザートを食べたりしていきたいと思います。まずご飯で選んだのはですね、南世のから徒歩3分ぐらいにある大善さんですね。お刺身居酒屋っていうんですかね、ランチもやっています。はい、ランチメニューはこんな感じになってます。おまかせ海鮮丼、特上海鮮丼、刺身定食、ネギトロしらす丼、サバ文化干し、カキフライでね、海鮮ばっかりで、カウンターがこんな感じになってます。で、私が今日頼んだのは特上海鮮丼、ご飯はもちろん大盛りです。美しい。はい、もう言わずもがななんですが、この見ていただいて分かる通りですね、とんでもない量が入っていました。特上海鮮丼、サーモン、イカタコ、カニ、甘エビ、白身が3枚ぐらい入ってましたね。で、イクラとシラスが入ってて、あとネギトロ、あとしめサバ、あと刺身とご飯の間にキラキラっていうんですかね、海藻も入ってるんですよ。で、わかめ、海苔、わさび、漬物みたいなね、たっぷりお刺身をいただくことができます。ご飯を大盛りにしたんですけどね、まあ相変わらずご飯はもう全然足りなくてですね、刺身と一緒にバクバクいけちゃいました。この海なし県さいたま市において海鮮丼もう最安値なんじゃないでしょうかね。こんなに入ってて1000円ちょっとですからね、まあ、店内がもういっぱいにぎわっていたのも分かります。私の勝手な感想なんですが、カウンターには常連さんが多いのか、私も初めて、まあ2回目で来たんですけど、カウンターに座ると常連さんから3度見ぐらいされますので、まあどんまいですよね。あとね、小鉢と、お味噌汁ついてまして、小鉢はマカロニサラダでした。お味噌汁はこれアラで出汁取ってんじゃないかな、アラ汁みたいな味がしてですね、美味しかったですね。こちらも食べたエビの頭をどこに置くかちょっと分かんなかったです。ちょっと次回はもっと勉強していきたいと思います。もうどんだけご飯が足りないか分かりますでしょうか。もうね、上の具がもう多すぎて、それと一緒の量ご飯食べてても全然足りないですね。あとこの海苔も最初に散らせばよかったな。皆さんはぜひ散らしてから召し上がってくださいね。はい、やっと食べ終わりました。大善さん本当にごちそうさまです。ありがとうございます。いやー、海鮮丼に関してはちょっともう負けたかもしれない。南尾のあっぱれです。海鮮丼は、魚吉丼丸さんを中心に世の本町は頑張っていくしかありません。はい、大善さん食べてね、すぐ道の向かいにあるこっちの洋菓子屋さん、カシュカシュにやってきましたよ。ここ初めて入ったんですけど、まあなんて可愛らしい洋菓子ばっかり、シュークリーム、ショートケーキ、ブルーベリー、タルト、チョコレートケーキとかね。こっちは右半分は結構果物系が多くて、こっちはなんかもう重厚なね作りのケーキが多いですけど、こんなにおしゃれなケーキ屋さんだったんですね。全然知らなかったです。こちらの棚には焼き菓子がいっぱいありますね。マドレーヌだったり、フィナンシェだったり、もういろんなお菓子があるんですよ。こっちはその焼き菓子の詰め合わせですね。お土産なんかにいいんじゃないですか。はい、あとペイペイなんかも払えますし、あとクロワッサンなんかも置いてあったりしてね。で、ここがまた綺麗だったのが、これちっちゃいの全部チョコレートなんですよ。チョコレートがこのびっしりと並んでて、下にもなんかちょっと変わった感じのお菓子があったり、このチョコレートもちょっと試してみたかったな。バレンタインとかいいかもしれないですね。そんなわけで、
今日家に持ち帰ってきたのはこの5種類ですよ。たくさん食べていきたいと思います。ロイヤルミルクティー、あと真ん中がカプチーノ、これブルーベリーとキャメル、これがカプチーノで、この左のイチゴのやつがピスタチオっていうね、はい、こちらがカプチーノですよ。この重厚感いいでしょう。ピッカピカでね、素晴らしい作りですよ。うちの紙皿がしょぼくてすいません。はい、こちらがイチゴと、あとピスタチオクリームが乗ったですね、ケーキです。こっちも美味しかった。これがロイヤルミルクティー、ピカピカですね。これもなんかいい感じで、こっちがキャメルなんとかって、このナッツがいっぱい入ってるやつですね。でブルーベリーのタルト、ブルーベリーいっぱい、金子さんのブルーベリーかな。で、家族との争奪戦の末ですね、僕がゲットしたのはロイヤルミルクティー半分です。半分だったんですけどね。左利きのおじさんが4倍速でペロリと食べちゃいました。めっちゃふわふわで柔らかくて美味しかったです。ミルクティーのふわっとした香りもね、またこれ美味しかったです。ぜひ試してみてください。はい、南与野素晴らしいです。いやー、本当に与野本町も負けてらんないです。また与野本町周辺のいいとこどんどん紹介していきます。それではまたね。